はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、ヤシの実解体します。さあ、こちらは本物のヤシの実です。これこの間ハワイ行った時に取ってきたんですよっていうのは嘘なんですけど、スーパーで買ってきました。なんかこう歴史がありますねこれね傷が歴史を物語っている。こう来るとここがくっついてたのかな。なんか柿みたいですねこの辺見るとね。ヤシの実硬いです。硬いので今日はこのノコギリを使って解体します。でうまく解体できれば、中のジュースが飲めるわけですよ。よし頑張るぞ。まずは中の白い部分が出るまで切りたいと思います。スタート。うわー、硬い、硬い。これあ、でもノコギリだと意外と切れますね。以前ね、ココナッツを切った覚えがあるんですけど、それよりは柔らかいですね。っていうかね、結構デコボコしてる形なんで難しいですね、不安定。おお、切れた。中の白い部分が出てきましたね。そしたらこの白い部分をくり抜いて中のジュースを飲みたいですね。ちょっと身を押さえてもらって、ここをこういう感じで切り抜きたいんですけど、何せ結構硬いんでね、いけるかな。今度は細い方を使います。ふっ、今見えましたか。かなり液体が出てきましたね。本当にジュース入ってんだ。中は比較的柔らかいです。外の皮に比べると全然歯が入りますね。よし、おー、ジュースが溢れてるぞ。これはもうちょっとでこれが外れると思うんですけど、そろそろ取れるんじゃないかこれ。よーし、あとちょっとで取れるはず。おっ、来たんじゃない。うわ、太、これ分厚。せーの、はーい。おー、めっちゃ入ってるじゃん。完全中もう空洞でジュースなんですね全部。ヤシの実ってほとんどだから飲むためにあるってことこれ。はい、あとはじゃあこのジュースを飲んでみましょう。こうやってね、やっぱりストローを刺して飲むのがなんか絵になるかなと思いますね。それではヤシの実ジュースいただきたいと思います。いただきます。粉、粉っつうか切った破片が残ってた。なんていうかね、薄いポカリみたいな味ですね。そんなに渋みとかは予想してたよりないです。うん、すごくさっぱりしたポカリ。ちょっとコップに注いでみます。おー、コップ一杯以上余裕であります。で、こうやって見てもらうと分かるんですけど、まさにポカリみたいな色ですね。透明だけどちょっと薄く白く濁ってる。で、これ中の実が食べられるかもしれないということで食べてみよう。中も硬いですねこれ。はい、実が取れました。こんな白い感じの実ですね。はい、なんとか実を少し取り出しました。これ味がないらしいので、ちょっと醤油をかけて食べてみたいと思います。なんかフルーツとは思えないね醤油をかけるっていうのは。それではヤシの実いただきます。おー実自体は多分そんなに味がないんですよ。で、醤油かけたからかわかんないですけど、イカの刺身を食べてるようですね。もっとフルーツっぽいのかなと思ったら、どちらかというとご飯側ですね。ちょうどこうね、コリコリするのがどうもイカっぽいんですよ。まあ僕はそんなにすごい美味しいとは思いませんまあそれにしてもね、これだけジュースも入っていて、しかも果肉も食べられるという、素晴らしい実だと思いました。皆さんももし機会があったら食べてみてください。それではまたお会いしましょう。 See you next time。もう一度リベンジしたいと思います。追っかけろ、追っかけろ。あー落ちた、あ落ちた、落ちて倒してしまった。こらー、こらー、こらー、間違えた間違えた、回復。お、かぶれるってことだよこれ。あ、私シャベルだから。そうなんだ。あー